こんにちは。堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンでね、えー、よくいただく質問で、まあ、いろんな決まり事をね、えー、確認しておきたいという、まあ、標準的な、まあ普通の日本人の考えで質問いただくんですけど、まあ、オーストラリアにはルールというものが存在しないと。何言ってんのとルールぐらいあるでしょうという気がすると思うんですけど、まあ、オーストラリアには、 日本人の感覚で考えるルールというものは存在しません。えー、みんな公平にこうすればこうなると。ね、誰かが発表した、えー、それを守れば、えー、同じように運営される。そういうルールはない。まあ、逆に言うと、違う人に聞けば、ねえー、全員違う答えを言ってくると。まあ、税関であってもですよ違う。違う答えが返ってくるとかね。まあルール。ね だってそれじゃあどう判断すればいいんですかと、ね。ルールがないんで何を当てにすればいいのか。これはもう経験に基づく正しい判断が必要です。私は経験に基づく正しい判断を提供しています。でね、オーストラリアアマゾンを始めるにあたって、普通に考えると、事前に知っておきたい情報、まあ、出品可能な商品の判断基準、関税、売上税、 Amazon カテゴリー許可申請の方法、納品方法、顧客への連絡、Amazon への連絡。ね。まあ、これぐらいはもう決まってるだろうから知っときたいと。まあ、そうすればね、えー、自分で商品判断基準もつくし、ね、関税も売り上げ税も分かれば利益計算もできるし、まあ、カテゴリー,、えー申請もね、何の書類が必要だか分かれば申請できるし、まあ、納品方法もね、一度覚えれば、まあ、大丈夫だし。 顧客系の連絡玉添えの質問は、どういうルールを守ればいいのか、ね、知っとけば、後々便利。ところが、ね、時が経てば、あるいは担当が変われば、これらすべての、ね、決まりが変わります。税関も、輸送会社も、アマゾンも、泥縄式に行き当たりばったりに運営されています、まあ。ちなみに、打足ですけど、泥縄式とかね、泥棒を捕まえてから縄を縫うと。 ねえー、縄ぐらい持ってけを捕まえて使うんだからと思うんですけどそうじゃなくて捕まえてから縄を言う、ねえー、だからね、えー、非常に準備ができていないの究極の形をドコ縄式と言いますけどまさにそんな感じ、まあ、それがオーストラリア流ですこれね海外生活をしたことのない日本人には信じられないことですので一つ実例を挙げますね 何言ってやがんだ、ホリー,、ねえー、お前のサポートを売りたいから去ってね脅してんだろうと、まあ、思う人もね、えー、中にはいるかと思うんですけど、まあ、これは決してオーバーじゃなくて実際問題その通りり、ね、オーストラリアに住んだことがある人なら、まあまあ、そらそうだよね、オーストラリアそういえばそんな感じだよねっていう普通のことですけど、まあ日本しか いいない海外には旅行したことない海外には旅行ぐらいしかしたことないとかね、海外ってアメリカとシンガポールしか知らないとか、アメリカとシンガポールとドイツしか知らないとか、まあ、そのぐらいだとね、えー、このオーストラリアの運営は全く信じられないと思います。でその信じられないような話、ね、シドニーの風景が変わるという、これね、オーストラリア出てる日号プレスっていう日本人向けの、えー、情報誌ですけど、情報新聞ですけど。 まあ、オーストラリア、鉄道工事がね、えー、すごい遅れてます。今ね、シドリオを南北に結ぶ電車作ってるんですけど、まあ、工事が非常に遅れてると。でね、これ、えー、クリックすると、まあ、あのー、見やすくなりますけど、まあ、遅れてる理由はね、えー、工事をしてたら、まあ、図面にはないね、えー、電線とかのインフラ施設がいっぱいあって、すごい難工事になっちゃったと。で、工事を落札したスペインの企業が、 ね、オーストラリアに対して、あるいはニューサウスウェールズかな、塩に対して、えー、損害賠償の裁判を起こしていると。ねまあ、基本的にスペインも、ね、ヨーロッパの中ではかなり緩い、南欧の方ですけど、緩い国なんですけど、そのスペインですら、ねえー、想定してないようなひど、えー、さだったと、ね。もう、だから、シドニーの、ね、鉄道工事遅れてる、あるはずのない 電線やライフラインが工事路線に大量に存在したからと。で、これ日本の絵でいくと、電線、ガス、水道、下水道、まあこれらライフラインはメンテナンスのためにもきっちり図面があります。だって図面なかったらどうやってメンテナンスするんのよと。行き当たりばったりにね、えー、水道はダウジングで探すとかね、えー、ガスとか、えー、電線とか切っちゃまずいな、慎重にね、えー 遺跡発掘みたくね、採掘して調べるとか、まあ、そんなことするわけないんですけど、しかし、オーストラリアにはきっちりした図面がないんで、まあ、慎重にやるとすればそうやらなきゃいけないと。まあ、そんな慎重にやるわけないでしょうけどね。だから、えー、ライフライン壊しちゃったり切っちゃったりしてね、え、その補修とかそういうのもさらに、え、手間取っちゃったりしてるんでしょうね。何しろね、ライフラインですから最情、最重要なわけですよね。 で最重要とも思えるライフラインで、あるはずの図面がないんです。まあ、そこ、そんなわけですからね。もう大して重要でもなく、経験もない輸入なんて、これね、輸入、オーストラリアってね、えー、基本的にあの、資源、石とかね、鉱物とか、えー、肉とか、そういうね、一次産業のものを輸出するのが、えー、中心の国なんで、輸入っていうのはあんまりないですね。えー、大規模な、 ねえー、アメリカ資本の、えー、企業が、まあ、要は自分たちがルール作れるような企業が輸入してることはありますけど、そのね、えー、半端な規模の個人が輸入してるっていうのは、すごい、えー、今までなかったことなんですね。で、やったことないと。ね、で、大して重要じゃねえだろ、なもんとか。 ね、宇宙輸出の国だしっていう感じで考えてるんで、まあ、そんなもんにねライフラインにも図面書いておかないあるいはね適当に工事して図面捨てちゃう国民性の国がそんな関税ごときあるいはね、えー、物販ごときにルールなんて作るはずがないと、ねまあ、そのためやってみないと何が起こるか何が必要かいくらかかるか分かりませんだから私はオーストラリア在住の経験とアメリカアマゾンで起こったことを参考に まあ深刻なダメージを受けそうなことはしないように、ね。かすり傷を負かもしれないけど、リターンの大きいことにはチャレンジして、あなたが一人で取り組んだのでは判断できない、正しく効率的なアドバイスをしています。アドバイスの部分的なもんは、この動画、ね、あるいはメルマガでも配信してますんで、オーストラリアそんな未開の地なんだと。それは面倒くさくてやりたくないねと思う人はまあそれっきりですけど、 でそんだけ整ってないってことは当然ね、えー、価格差ある商品もボコボコあるんだろうなと、面白そうだなと思った方はね、えー、まず、こちらの動画のね、えー、この左下の部分に赤くチャンネル登録って出てますから、そこをクリックしてね、薄い赤色にしてください。そうするとこのメールの、えー、動画の更新情報が届きます。また、 え、この動画の説明欄に URL が載ってますんで、そちらをクリックして、無料メールセミナーに登録してください。オーストラリア,アマゾン輸出の情報や、そのサポートの募集の際のお知らせを配信しています。では、ご登録お待ちしてます。以上、オーストラリア,アマゾン輸出サポート、堀秀夫でした。